タンドのスワローズファンの皆さん、テレビの前のスワローズファンの皆さん、監督インタビューです。見事チームを日本一進出に導きました東京ヤクルトスワローズ真中監督です。さあ、まずは率直な今のお気持ち教えてください。クライマックスシリーズ終わりまして、ほっとしました。はい、まあ、ご自身監督になって、まあ、2回目の胴上げということになりましたけれども、レギュラーシーズンと比べてまた違った景色っていうのがあったんじゃないですか。確かにね、勝敗は4勝1敗ということですけども、本当に1試合1試合はね、苦しい中ずっと戦って粘って勝ちましたので、本当に大変なクライマックスシリーズでした。はい、日本一進出をかけた、王手をかけた今日のゲームだったんですが、非常に苦しいタフなゲームになったと思います。どんなことを考えながら選手たちを見つめていたんでしょうか。シーズン中もね、こういうゲームを選手が、粘って粘って、取った試合が、ね、多かったので、まあ、今日も本当にピッチャーをはじめ、ね、みんなを信じて、祈ってました。はい、真中監督が就任をして、今年のスワローズのスローガンがツバメ改革、1年目にしてまさにこの改革成功と言ってもいいですね。そうですか。はい、まだまだね、先もありますしね。はい、次に向けてしっかり準備したいと思います。これで日本一進出決定、相手はパ・リーグの覇者ソフトバンクホークスということになります。どんなところが鍵を握ってきそうですか。まあ、うちとしては、ね、まあ、シーズン中通り、ね、同じような、粘り強い戦いができればというふうに思います。ソフトバンクは本当に強敵ですけどもね、うちの力を集結していいゲームをやっていきたいと思います。では最後に、声援を送り続けてくれたテレビの前のファンの皆さん、そしてスタンドに詰めかけてくれた大勢のスワローズファンの皆さんに向けてメッセージをお願いします。ファンの皆様、おめでとうございます。全くそんな言葉は用意しておりませんでしたけども、今の球場の雰囲気でついおめでとうと言ってしまいました。これからね、本当に日本シリーズありますので、もう一回引き締め直して日本一になれるように精一杯頑張っていきますので、今後ともご声援よろしくお願いします。日本シリーズ決定、真中監督でした。おめでとうございます。